陽一さんタワー、陽一さんタワー、かさん、すごいすごい、かさん、としちゃん、ももびりーさん、ありがとう。あとなんか、これはなんだ。ありがとうございます。誕生日おめでとう、ありがとう。バディガイさん、ありがとう。タワ、最近あなたに夢中です。嬉しい、ありがとうございます。すごい、タワとか読みきれないかもしれない。読めるのだけ読んでくね。てつさん、ありがとう。ライカールトさん、ありがとう。バディガイさんもありがとう。ちょっと読み切れてないかもだけど、最後にちゃんと読むので、皆さん本当にありがとうございます。ハッピーバースデー そう、もう早いですね。二十歳の一年、本当にあっという間でした。二十歳、全然何にも、今日の配信何にも決めずに、何話すとか決めずに始めたんですけど、まあ、でもせっかくですので、誕生日迎えた今日配信したいなと思って配信始めてみました。そうだよ、ズキズキしてきたね、20歳になって。なんか生誕祭とさ、生誕祭も今後あると思うからさ、言うこと迷っちゃうよね。そう、ノープラン ノープランズッキーです。ケーキ食べたよ。ケーキ食べました。今年はモンブランショートケーキみたいな、マロンのショートケーキを食べました。この時期だからね、やっぱり秋のね、食材が美味しい季節。めっちゃ美味しかった。今日は一番最初にメッセージ、昨日0時を迎えてから最初にメッセージ送ってくれたメンバー、気になりますか？気になる？と予想してみて、予想してみて。ナーミン、カオリン、マナカ、ナーミン、ナーミン、ナーミン、キョウカ、ナーミンだと思う。ズンちゃん、カオリちゃん、マナカちゃん、ユイリさん、くるる、ももさん、おりんちゃん、あいちゃん、みなみちゃん、誰からも来てない 悲しい。おー、みんな予想してますね。じゃあ正解発表しますね。正解は、稲垣香織ちゃんです。
かおりんでした。すごいかおりんだった。すごいよね、かおりんってすごいよね。めちゃくちゃ嬉しかったんですけど、やっぱりだってさすが、本当にさすが、すごい、本当にぴったりにフライングせず0時00分多分00秒で、あ、すごいフレーム、ケーキがいっぱい、ありがとう。モリポンさん、ありがとう。そう、カオリンが一番でした。フライングの人はいなかった。どんなメッセージ来たかはちょっと内緒にしますね。秘密です。いや嬉しいですね。やっぱり誕生日はメンバーからもそうだし、スタッフさんからもメッセージ来たり、ファンの方からのメッセージももうたくさんいただいて、もうめちゃくちゃ幸せな、年に1回しかない幸せな日です。そうそう、ナーミン泣いてるだって。あ、そう、ナーミンツイッターでもつぶやいてくれて、めっちゃ写真いっぱいツイッター ALT でもメッセージ書いてくれてる、ツイートをね、いち早くツイートしてくれて嬉しかった。なあ、みんな泣いてるって。なあ、みん2番目。2番目でした。乙女座ですか？乙女座です。ツイッターのバブ好き何歳？あれ何歳だろう？何歳だろう？2歳とかかな？予想だけど。ねえ、でもこうやって待ってくれて、0時00分になるの待ってくれて、メッセージ送ってくれたのがもうめちゃくちゃ嬉しかった。幸せ。でも今年はなんかね、日付超える直前、まあ起きてたんですけど、起きてたけど、なんか今年は来てほしくない感がありました。ちょっとね、全然時間わかなかったんですよ。50分とか11時50分とかも全然時間わかなくて、まあ誕生日だ誕生日だわーいって感じで過ごしてたんですけど、58分ぐらいになってからってそう、まあでもね、変わらず、あ、なんか来た。ジャンプしてない。ジャンプはしてない。年越しの時がするけど。
だって1歳3ヶ月教えてくれました。1歳3ヶ月だってめっちゃ意外と意外とあれですね、思ってたよりバブ好きでした。確かに20年前だって、ブレーム、ありがとう陽一さん、ありがとね。ね、あの写真が結構お気に入りです。特に手の位置が。第2弾は明日、第3弾は明後日、インスタに載せますね、待っててください。そうで21歳なんですけど、20歳のこれはもうずっと見せたかった、このショールーム配信でみんなに見てほしかったものがあるんですよ。これは二十歳の生誕祭の時にの皆さんからのいただいたあのバースデーメッセージ、メッセージカードのアルバムをね、生誕祭を終えてからファンの方がね作ってくれて、それが届いて読んだりしたんですけど、本当に毎年本当にすごいアルバム、クオリティの高いアルバムをね作ってくれたんですよ。こだわりが詰まりに詰まったアルバム、ちょっと見て、生誕祭言ってた、ありがとう、見せかかえてありがとうね。そう、今年もいっぱいメッセージカードがね あっていっぱい嬉しかったです。では紹介します。4面あのアルバム2つあって、全部表裏にデザインが書いてあるんですけど、なんかお休みモードがついたお休みモードついたけど何も変わらんかな。ではどの面から見せるか迷うな、どの面から、どの面から見せるか迷うな。じゃあ優柔不断発揮、一般的にはこれ、いや、あ、オッケー、決まった。じゃあまず最初はじゃーん、かわいい、すごいよね。こちら、この真ん中のデザインは二十歳の生誕 T シャツ、二十歳の生誕 T シャツのデザイン、すげえ、すごい、そう、失礼ありがとうのデザインにしたんですよ。あの妹が描いてくれたんですけど、その再現をもう何、フェルトだ、フェルト生地で
こんなここまで細かく作ってくれて、階段とか影とかね、丸もね、この細かいとこまでキラキラしてくれたりとかで、このこちらパーカー、これもスカート、この時の衣装のパーカーとスカート、ひらひらで可愛い。で2021年9月20日、すごくない？まだこれ一面ですよ。でフードも出るの、あー可愛い、フードも出る、すごいよね。ちょっとしまっとこう。すごいんですよ。で側面こんな感じ、すごい。では続いてこれの裏面いきますね。いきまーす。ででん、うわー、また違う、また全然違う。こちらはフラガールです。舞台フラガールのフラダンスの衣装、すごいよね。ハッピーバースデーって書いてある。すごく、このひらひらも、これもフェルトとかで切って貼って、すごい細かいとこまでね、すごいよ。踊ってそう踊ってそう、フラガール、フラガールいいよね。この前のクルルンとサキポンが頑張ってるフラガールを見に行きました。そうそう、もう表とか裏とかないですよね。どっちも全部表。そう、これこっちとこっち、こんな感じでした。これがまだ一冊目。一冊目。続いて、ね、見せる順番迷うでしょこれは。まあでも時期の順番、順番でいきたいと思います。2冊目、まずはドゥドゥン、うわうわしか言ってない。これマジムリ学園のイーリスの衣装、すごない？すごい細かいとこまで、すごい。本当にこれ最初これ見た時、本当の衣装の一部を切り取って貼り付けたのかと思った本当にそれぐらい素材の感じとかも、もうそのまんま、そっくりそのままです。本当に衣装奪ってきたのかと思ったぐらい。イーリス、イーリス好き。またねできたらいいな。ここのねゴールドがお気に入りです。かっこいい感じ、すごいよね。で側面がこんな感じ、クオリティがすごい、本当にそう。外伝ね、やりたい。では最後です。最後はこちら、ドゥドゥン、ネモハモルーマー、これもすごい、ボーダー、背景もボーダーですすごくない？でなんと
時はあっという間に過ぎ去り、夢も現実もボーダーレスにしてしまう。イエーイ。水木、これもできちゃうこれもできちゃうすごいんですね。ありがたいですよ。こんな絶対さ時間かかるじゃない、これ作るの。すごいよ、ありがたいです。そう、中身もね、中のメッセージもたくさん本当に読みましたよ、ありがとう。メンバーから来てたりとかね、嬉しかったです。大切にします。全部今までのもね、お家に大切に置いてあるので、これからも大切にしていきたいと思います。手紙っていいよね。今年も楽しみだな今年も楽しみ。愛がいっぱい、本当に皆さんのおかげです、ありがとう。これ二十歳の時のメッセージカード。生誕祭いつできるかね、生誕祭そう今相談一応してみてるんですよ。チーム K も結構チーム K 公演で生誕祭最近多いから、で明後日ももさんの生誕祭、明後日の公演は私も出演します。誕生日迎えて初めての公演、まずはねももさんの生誕祭盛大にお祝いしていきたいと思います。ももさん3回分ぐらいやってないらしいそう、同じ誕生日仲間で、しかもチームも村山チーム4からの田口チーム4でずっと一緒で、個人的にめちゃくちゃ嬉しいですよ。そうチームもずっと一緒で寸劇では私がアイドル役で、ももさんがそのマネージャー役っていう設定になってるんですけど、あ、22日で多分寸劇完結しますよ、最終回22寸劇、次回からその次からはまた別のお話が始まります。だからぜひ見てください。最終回どうやって終わるのか、私たちメンバーもまだ分かりませんどんな結末になってるんでしょうか、脱出できるのでしょうか。なんかひななちゃんがね、悪役なんか黒幕みたいな、ね、何話そう。じゃあ質問コーナー、質問タイムにしようかな。質問タイム、質問はありますか。どうしようかな。おお、いっぱいあるね。ちょっと待って優柔不断だとこういうのも決められない。21歳になって一番最初に食べたもの、
なんだっけ、トマトジュース今日朝トマトジュース飲みました。一番最初に口にしたのはトマトジュースです。そうかごめん。ゆりさんの写真集見たよ。めっちゃ可愛かった。最高でした。夜ご飯、夜ご飯はお刺身です。お刺身。大好きお刺身。21歳になって叶えたいこと、叶えたいか、でも舞台をまたやりたいなって思ってます。舞台またやりたい、お芝居のお仕事とか最近できてないんですけど、すごい私のファンの方とかすごい、なんか最初フラガールとかでお芝居に挑戦した時に、なんかどうなんだろうって思って、私のファンの方とか AKB 応援してる方はそのやっぱりアイドル姿だったり、そのライブしてる姿とか AKB として活動してる姿の方がいいのかなとか勝手に思ってたんですけど、すごく私の演技が好きって、私の芝居が好きって言ってくださる方がめちゃくちゃ多くて、その舞台にも挑戦してみてよかったなって思ったし、そうまた舞台やらないのっていうお言葉もすごくたくさんいただいてて、また挑戦したいなって、自分にとってもすごく成長につながるし自信にもつながっていくので、だからまたそう今また挑戦したいなっていう感じです。だから待っててください。続いてね、生誕祭でも、生誕祭で言うことなくなっちゃうね。お、宴新規だって、やったー、宴見てくれてありがとう。そうだね、全然ショールームしてないからそういう話も全然できてないよね。でも1対1でお話できるオンラインお話し会でぜひいっぱい話そうねオンラインお話し会みんな待ってるよ。今受付中です。来てみんな、宴の話もしよう。そう口紅の、あの口紅は今お家にあります。大切な宝物です急な宣伝、いやでも本当に待ってますよ。オンライン緊張する？いや全然緊張しなくていいんだよめちゃ楽しい。もうどんな話でもしましょう。久しぶりのリップグロスとか MVの時の話とか MV 撮影の時の話とか、何でも質問、もうどんな質問でも、何か話題、なんか久しぶりのリップグロスの話がしたいとか宴の話とか、宴でここはどうだったのみたいな質問とかも全然いいし、最近の好きな食べ物はとかでも何でもいいし、
ウェルカム。オンライン話し会ぜひ待ってます。活動以外の話でも全然しましょう。逆に皆さんのハマってることとかも知りたいし、何でも、どんな話題でもぜひ話しましょう。夜明けからの話もしようよ。マラソンにハマってます。すごっ。マラソン私は苦手です。長距離苦手だから。マラソンできる人すごい。持久走とかでも小学生の時持久走早かった気がする。最高4位取ったことあります。小1とかだけど。いや苦手だよ。夜かけるの話まだ覚えてるよ。全然オンライン話し会で話そうね。でも本当に待ってます。ぜひまだまだ来れるよ。そう、4位取ったことは最高4位です。でも11位とかだんだん下がってきて、で6年生ぐらいの時にもう一回5位とかまでだけど、初めてお話が行きます。よろしくお願いします。嬉しい、待ってるね。ありがとう。バブズキはいつですか。こちら1歳3ヶ月くらいです。やばい、質問が来てもなんかお話し会で話したくなっちゃったけど、でもちゃんと返すね。Kで最近仲良くなったメンバーいますか。 Kで最近仲良くなった、最近めっちゃ最近だったら波動で上見空乃ちゃんと初めてチーム K として一緒に活動したんですけど、そこでねお話しして楽しかった。すごく空乃ちゃん自体その波動がチーム K として最初んチーム K として活動するのが波動で初めてだったので、そこで初絡みだったんですけど、一緒に戦いはできなかったけど、でもみんなで頑張ろうねって言い合ってとても楽しかったです。逆上がり公演で好きな曲はなんだろうな。でも街角のパーティーとかかな。一番楽しい曲で見せる系だと愛の色とか、なんだっけ、否定のレクイエムも好きだし、振りして真似しても好きだし、不義理も好き。不義理はいつもなんかシュールだなってって思うとこがあって、曲始めに声出しなんか一言言うじゃないですか。
なんとかかんとかって言って歌い始めがめちゃ低いっていう、なんとかなんとか行くぞ、初心見てくれっていうのがちょっとシュールで面白い写真見てくれ、人を探してるんだ、虫歯はね、まだ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 ですね、もっと頑張ります。あ、メタバース今日発表になりましたね。XR ワールドさんの世界での新ユニット、わがままメタバースは曲名で、ユニット名がサーリアル、サーリアルっていうユニット名で、ビジュアルが公開されたと思うんですけど、そう、あの衣装すごいなんか異世界感あって宇宙的な感じで可愛いですよね。あれ実はグラデーションみたいになってて、メンバーそれぞれ全然違う色、形は一緒なんですけど色の感じが全然違くて、私は紫とピンクっぽい感じですね。もしかして立って配信してる、座ってる、座ってます、座ってるんだけどね、なんか絶妙な高さですよね顔しか見えなくなっちゃうんです。でもこれが限界、XR ワールドって説明したらいいのかまだ分かんないけど、また詳細がねどんどん発表されると思うので、またあとは新曲、その新曲っていうの、テーマソングみたいなのもあるんですよ。それもまた後々公開になると思います。新しい感じでね楽しいと思うのでお楽しみに。武道館楽しみね、楽しみ。今はリハ期間中です。でもそんなに振り入れ、毎日何かしら振り入れはあるんですけど、私まだそんなリハしてない。セットリストはねめっちゃ楽しみです。1日目も2日目も3日目も全部楽しみ。ズキおすすめの曲は言えないですよ、言えないけど、でも1日目も2日目も3日目もそれぞれやっぱり
これこの曲見てほしいなっていうのはありますね。リクアワも楽しみ。ようやくですよね、去年の今年の1月にやる予定だったやつ、皆さんが投票してくださって決まった順位、カップリングなので、最終順位をお楽しみに。新チームコンサートはね、やっぱり新しいチームで全員揃ってステージに立つのは武道館が初めてなので、めちゃくちゃ楽しみです。そうだね、また中止にならないように気をつけながら過ごしたいと思います。武道館はやっぱ大きいからさね、見つけてもらえるように頑張るね。みんな見つけてね、今配信見てくれてる人は特に頭の片隅に絶対ズッキーを一回は見つけるっていうことを意識して見てみてください。一回でいいの。じゃあ1000回1000回見てください。広いからね、どれぐらい見えるんだろう、みんなのこと。始まったらまずは見つけてください。まずは見つけて、みんなが見てくれてるって思ったらより頑張れます。だから見てください。双眼鏡でぜひ表情も頑張るね。じゃあペンライトカラーは一応ピンクと黄色です。でもチーム K の曲とかになったら緑にしてほしいかな。緑に揃ってそうだなって思ったらぜひ、他のチームの曲の時もチーム A のメンバーだけで立ってチーム A の曲披露してる時はみんなでピンクにしたりね、客席も一体になったらより楽しいと思うので、1日目と2日目だけ
1日目と2日目と3日目行くね。おお、やったね。すごい、全部来てくださる方どれぐらいいるんだろう。キツネダンス踊りたい。キツネダンスってあれでしょ、なんかなんだっけ、忘れちゃった。お、3日間行く、すごい、意外といた。流行ってますよね。TikTok は個人アカウントはないんですけど、始めてみたい。1日目は行けないのか。土日は行く。あ、そっか、平日もあるのか。1日目と3日目行く。ステージからうちわの文字見えますか。うーん、どれぐらいの位置にいるかにもよるかもしれないけど、めっちゃ遠くだったら、どうなんだろう、ペンライトの色の方が見つけやすいかもしれない。でもうちわも見つけたい。うちわいっぱいあると嬉しい。ペンライトも嬉しい。めっちゃ遠くだったらうちわまでは見えないかもだけど、そうだね、どうなんだろう、全然行ってみないと分かんないけど。うちわとピンクと黄色のペンライトでうちわをか、あの、照らしてとかだったら見えるかもしれない。動画は比較的どこでも見やすい。すごい、みんなの方が詳しい。ステージから見たことあるのかな。すごい、そうなんだ。リボンペンライト、あのソロコンの時のリボンペンライトを持ってくれてたら、それは一番見つけやすいです。ぜひアピールして、見つけるね。見つけるし、あの、見つけて、見つけたらめっちゃ嬉しいし、手振ったりとかしちゃうけど、顔までは見えてない可能性もある。だから、もしお話、その後の話し会で「ここにいたよ」って、その時は覚えてても、あの、忘れちゃったりする時もあるんですよ。今までそういうこともあったから、ちょっと反省してるんですけど、そこまで、そう、正直です。申し訳ない。でも、そのステージ立ってる間は確実に見えてます。でも、ペンライトのからしか見えてない時もあったりするので、でも
を見つけますね。確かにお見送りとか懐かしいね。コンサートでお見送りとかしてたの、あれ好きだったな。お見送り好き。ねえ、武道館楽しみだな。久しぶりのリップグロスはファンの方の前で披露したことあったっけ？あったっけ？まだない？ないか。そっか。コンサートが初。それも楽しみだね。劇場でもそのうちやるんだろうな。私の歌わりのところ。もし何かあればすぐ駆けつけるのところは多分唯一じゃないな、唯一ではないけど、あのフリーなんですよ。振り付けが特になくて自由に動いていいパートなんですけど、そう、これからいろいろ違うことをやりたいなって、歌番組とかでね違うことやりたいなって思うんですけど、何しようって何してほしい？指差し？オリジナルダンス踊り始めちゃう。ウインク、ハート、ハート、ウインク、ギャルピース、猫ポーズ、手を振る、あ、高速駅警備もやりたいな。バク転、
それありがとうのポーズは最初のイントロの時にやってますよ。気づいたかな、初披露の時。そう、実はやってた、さりげなく。ムーンウォーク、指ハート、ちょっといろいろやってみるね。ポーズじゃなくても動けるから、なんかね、いろいろできたらいいなと思ってます。振り付けもね、いいよね。リップグロス、リップグロ、1、2、3、4、意外と難しいんですよ、振り数がたくさんあって。特にサビの後半、後半が結構難しい、難しいというか、うん、意外と踊る曲。めちゃ楽しいです。何話そうかな。何話題がいい？そう、今回もガンミのソータさんが振り付けしてくださいました。あ、富士急知ってるの？みんな実はね、ナーミンと富士急ハイランドに行ってきました、最近。ナーミンが AKB48 最近聞いたの収録で富士急のチケットをもらったんですよ。フリーパスを2枚もらってて、ペアで、その1枚を私になんとプレゼントしてくれて、それでね、それが9月いっぱいまでだったの。9月いっぱいまでの期限だったから、やばいねって、でもこれは絶対行かないとって思ってたから、二人で予定合わせて無事に行けました。二人でバスに乗り、無事にたどり着き、最初に、一番最初に乗ったのが藤山だっけ、名前わかんない、初めて行ったんですよ富士急。
藤山そう長いやつなのかな。そういきなり70分待ちとかだったんですけど、でも藤山はね絶対70分じゃなかった、30分とか40分とかで乗れて、あ一番長いコースター、そう乗ったんですよ。いっぱい乗れるジェットコースターだったからすぐ乗れたのかな。一番最初に乗って、でも全然心の準備もせず乗ったからなんかすごかった、本物のジェットコースターって感じ。なんか登っていくんですけど、なんか登るのがめっちゃ長くて、これいつまだみたいな感じで、すごく長くて、でどん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 高くなって、下の景色がちっちゃくなっていって、うわーってなって、でうわ落ちるってなって、落ちた時にめっちゃ体が浮いてもう飛んでくかと思った。めっちゃ浮きました、めっちゃ浮いて、で最初だからやっぱり踏ん張るんですよ、やばい浮いてるって言って、うわーって踏ん張るんだけど、その踏ん張りですごい浮遊感っていうの、もうなんか顔も必死みたいな、うぐぐってなって、で風というかあのね、乗る前の説明みたいなルールみたいなのをお姉さんが話してくれてるのを聞いてて、そのなんかマスクが飛びそうになっても安全バーから手を離さないでくださいって教えてもらって、でマスクが飛ぶみたいな、そんな大げさなって思って乗ってたら、ブブブブブって飛んでくかと思った、もうなんか下まで下がってきて、マスクが飛びそうになるぐらいの威力、もう途中涙出てきた、なんかずーっとそう面白かった。そうなんか怖くて泣いたとかじゃなくて、なんでかわかんないけど目からお水が流れてった、面白かった。そう楽しかったです。でその後に高飛車に乗りました。高飛車乗って、高飛車ってあのこうまっすぐ行ってこうふわーっていうやつ有名な、そうあれも初めて乗ってすごかったね。なんか私高飛車のイメージはもうあれで終わりだと思ってたんですよ、あのこれからのこれだけだと思ってたんですけど、もうそんなもんじゃなかったです。なめちゃいかん、もう最初そのねこれに入るまで
これに入るまでがすごかったです。これに入るまでにまず暗闇に入るんですよ。暗闇にみんなもやっぱ思うよね。まず暗闇に入って、あで外まだかなって、外いつ見えるかなって思ったら落ちますよみたいなアナウンスが流れて、え落ちるのみたいな、ここでって、別に上がってもないのにいきなり落ちます、安全バーから手を離さないでくださいみたいなアナウンスが流れて、って言いながら落ちました。暗闇でいきなり落ちる、そんなことあると思って、でなんかいろいろあって、もうここに行くまでにもうジェットコースター終わってもいいぐらい結構な、いろいろあってからのこれでした。そう、しかももうこうなってなんか回ってみたいな、こんな回るんだって、すごかったよ。面白かった。ジェットコースターは好きなので、そう、ナーミも私も全然平気な人なんで普通に楽しく乗れたんですけど、でその2つ乗った後に私がめちゃくちゃお腹空いてしまいましてそう、でも結構ねお昼過ぎだったんですよ。朝もそんな多くは食べてなかったのでお腹空いてたから二人でほうとうを食べに行きました。せっかく来たので、そう、初めてほうとう、初めてすごいお野菜がいっぱい入っててめちゃくちゃ美味しかった。山梨名物ほうとう、そう、それ乗った後に、そう、一回富士急から離れてといっても近くの駅今やっぱ食べた後にまた富士急戻ったんですけど、さすがにこのお腹で A じゃないか乗れないっていうそう、このお腹で最強のコースターには乗れないってなって、まず2人で向かったのがトーマスランドに行きました。ここは平和に行こうっていう2人でね、ゆっくり、まあ、まだねちょっとお腹がいい感じになるまではねゆっくり平和に楽しもうってなって、まず行ったのがトーマスランドです。でその前にトーマスランド行くまでにあのお化け屋敷戦慄迷宮
っかく来たからあの外側だけでも見たいと思って、絶対中には入りたくないですけど外側だけ 見に行きました。入ってないよ、さすがに入らないです。というかね、まず完売してた、もうやってないというか、もうチケットを持ってる人だけ入れるみたいな感じだった。入ってないよ、入ったらもう出れない。そう、もう完売してたからまず入れなくて、まあ、入れる状況だったとしても入ってないですけど、めっちゃ人気でしたね。でそこを通過してトーマスランドに行きました。あとトーマスのジェットコースターも1個乗ったちっちゃい、あの一番後ろに乗りました。さすがにね、さすがに一番後ろに乗ったんですけど、前はねやっぱりちっちゃい子たちが、乗るということで そう、キッズ用の、大人も乗っていいキッズ用のコースターなんですけど、でもあれ意外と怖いですよ。意外とねすごかったです。さすが富士急って感じでした。一回なんか登った後にスーンって言って、スルーンっていうとこがあるんですけど、そこが意外とうわーってガクンってなるからめっちゃ怖かった。で一個前に乗ってた男の子とお父さんが乗ってたんですけど、最初始まる前男の子が全然怖くないみたいな感じで言ってて、そうで乗ってた時にそのガタンって なるところで男の子もうわーってなってて、で終わった後にめっちゃ怖かったって言って、可愛かった、そう超怖いって言って、可愛かった。でトーマスランド終わった後にあれ乗りました、ブランコみたいなやつ、こうくるくるくるって回る遠心力みたいなブランコでふーんって乗るやつ、そうあれも楽しかったな。なんか空飛んでる気分になった。で結局ね A じゃないか乗れなかったんですけど、富士山は2回乗りました。楽しかったです。ドドンパやってなかったです。23時
あっという間ですね。何時までやろう。全然本当に何にも決めず始めちゃったんですけど。明日も早いのでね。乾杯はねしてない。明日もあるので。そろそろね。今日はラジオの収録してきました。とある、今日の今夜のテレ東、沖縄でロ、沖縄でロケした時のやつ、あ、そう、なるさんと2人で、なる好き、今日お洋服似てたんですよ。二人ともね、白黒でペアみたいな感じで。ズキナル。なるさん話しやすい。なるさんとは宴の渚にまつわる、セトラで絆が生まれました。生まれたと思ってる、個人的に。なるさんめっちゃ面白い。そう、最近聞いた、今夜放送の最近聞いたは、ロケ、沖縄でロケした時の、です。ぜひ見てください。なんかショールームね、またしますね。楽しかった。じゃあ10分になったらランキング発表します。生まれる前の歌ね、生まれる前からある歌だけど、すごく馴染みのある曲ですよね。ズキのショールーム初めて来れた、ひろたかさんありがとう。でも、もう終わっちゃうけど ありがとう、来てくれて。24のお話からいくよ。イエーイ、さやちゃん。待ってるね。最近好き好きすぎてやばい、ありがとう。そう、21年生まれ。初めて最初から最後までショールーム見れた、ありがとね。こんなまったり配信ですけど、またよかったら見に来てください。ショールームだとやっぱりまったりしちゃうんですよね。リラックスしてまったりしちゃうけど、そうか、24日にお話し会があるのか、めっちゃ楽しみ。
え、24日ってもう久しぶりのリップグロスですか？お話し会、もう新曲の？お話し会ね、もっとハイテンションなんですので、なんですのでぜひ会いに来て、いろんな話。あ、元彼ですか？元彼です。ラスト。そっか、ラストか、早い。久しぶりのリップグロスお話し会、まだ受付中です。みんな待ってるよ。変なテンション、テンションって今の何倍？みんな何倍だと思う？お話し会今の。みんなの方が分かりそう。今3時？追加100倍？ 3 倍？でもそうだね、話す方にもよるのかもしれない。なんかその落ち着いて喋ってくださる方、その、ま、あの私のいいところとか好きなところをすごく落ち着いて話してくださる方とか、めっちゃいっぱい来てくださる方とか、そのテンションが低いっていうわけではなくて、なんだろう、安心感、なんていうのかな、落ち着いて、まったり話す方もいるし、めっちゃハイテンションで、ね、言葉が難しいけど。どう言ったら伝わるかは分かんないけど、そう、ハイテンションで来てくれたらめっちゃハイテンションになっちゃう。そう、でも大体ずっとハイテンションかもしれない。少なくとも今より、今は一人で喋ってるけど、相手が言葉で返してくれる人がいたら、より元気かも。いつでも待ってますね、皆さん。ゆっくり休んでね、みんなもゆっくり休んでね。ではそろそろ終わろうかな。錦鯉さんみたいにこんにちはって来たらどうしますか？返します、もちろん。今度ハイテンションで行くね。待ってるね。お、そろそろお時間かな。ぜひ皆さんハイテンションチャレンジしましょう。じゃあどっちがよりハイテンション
でいられるか。ハイテンションやってみます。ハイテンションチャレンジ、ちょっと楽しみになってきた。さすがに負ける。買ってよ、それは面白い。待ってるね。そうだよ、みんなもハイテンションじゃないとダメだよ。お家で。あえて渋く、それもあり。じゃあ待ってるね、みんな。楽しみ。楽しみが増えました。ありがとう。そろそろ終わろうかな。ハードルが上がる。受けて立とう。オンラインお話し会、ぜひお待ちしております。ではでは、ランキング発表をしていきたいと思います。13位たまちゃん、ありがとう。12位ソウルメイトさん、ありがとう。11位バディガイさん、ありがとう。10位モモビリーさん、ありがとう。9位トシちゃんさん、ありがとう。8位カさん、ありがとう。7位アニーさん、ありがとう。6位モリポンさん、ありがとう。6、5位白猫ニャンニャンさん、ありがとう。4位豆太郎さん、ありがとう。3位ザナトさん、ありがとう。2位ライカールとハッシュタグ誕生日おめでとう、ありがとう。そして1位陽一さん、ありがとう。ありがとうございます。誕生日にね、こんなたくさんの方が来てくれて嬉しいです。パチパチパチ、ちょっと待っててください。では今回タワーを送ってくれた方のお名前をお呼びしたいと思います。たくさんありがとうございます。白猫にゃんにゃんさん、猫ケーキ2個、ありがとう。猫ケーキめっちゃ可愛い、ありがとうございます。陽一さん、タワー2個、そしてケーキフレーム、ありがとうね、いっぱいありがとうございます。続いてカさん、タワー2個、ありがとう、ありがとうございます。続いてトシちゃん、タワーありがとう、ありがとう、ありがとうございます。そしてモモビリーさん、タワー2個、ありがとう。モモビリーさん、ありがとうございます。有能な秘書、モモビリーさん。続いてバディガイさん、タワーありがとう、ありがとうございます。アゴヒゲのテツさん、タワーありがとう。続いてライカールトさん、タワー2個、ありがとう、ありがとうね。続いて関根さん、タワーありがとう、ありがとう。ザナトさん、タワーありがとう。のぞむさん、猫ケーキありがとう。続いてモリポンさん、ケーキフレームありがとう。ケーキ美味しかったです、ありがとう。そしてしんちゃん、タワーありがとう、ありがとうございます。そして僕にできることさん、タワーありがとう。アニーさん、タワーありがとう。ソウルメイトさん、タワーありがとう。そしてミッチーさん、猫ケーキありがとう。続いて星さん、タワーありがとう。続いてたまちゃんさん、タワーありがとう。続いて GDE さん、タワーありがとうございます。最後豆太郎さん、ケーキフレームありがとう。
みんなたくさんありがとうございます。こんなすごいありがとね、いっぱい嬉しいです。今年の誕生日もめちゃくちゃ幸せな一日になりました。みんなのおかげでたくさんのメッセージとかね、今日も配信見てくれたりとか、本当にいつも応援ありがとうございます。今年も今年はさらに二十歳の時よりもいろんな報告ができるように、いろんなね挑戦をして、まだまだ輝いていけるように、私自身もっとね頑張っていきたいと思っております。なので皆さん、まだまだ一緒にいてください。私のこと見守っててください。そして一緒にいろんな景色を見て、なんだろう、いろんな楽しい思い出を作って、一緒に楽しいことだったり悔しいこととかももちろん一緒に共有し合って、 AKB として楽しく活動して、 AKB48 の一メンバーとしてもっともっと大きな存在になれるように頑張るので、皆さんもぜひ応援よろしくお願いします。まずはモテに立つお仕事はあれかな、公演かな、あさっての公演だったり、やっぱりコンサートとかもそうだし、久しぶりのリップグロスの歌番組もちょっとずつ始まってくると思うので、またぜひ全部チェックしてください。そしてオンラインお話し会も待ってます。ぜひ来てね。武道館本当に楽しみ、もういいコンサートにしますね。待ってます。そしてまた届きましたので、ちょっと待ってください。にょ、お、今中目黒さん、中目黒さん、たわありがとう、今届いたそうです。ありがとね、ありがとね、本当に。ではそろそろ終わりたいと思います。皆さん本当にありがとう、良き一日でした。今年も一年よろしくお願いします。またね、おやすみ、明日も一緒に頑張ろうね、バイバイ、ありがとう。21、じゃあね、ありがとう、おやすみー。